世界行天ニュース、ザ。世界行天ニュース、ザ。世界行天ニュースは、日本テレビ系列で2001年4月11日から放送されているドキュメントバラエティ番組である。通称は、行天ニュース。モノステレオ放送、2011年10月より、文字多重放送、ハイビジョン制作。 開始当初は毎週水曜日21時21時54分 JST に放送していたが2017年4月以降は火曜日の同時刻へ枠移動し放送されている一部地域のみ水曜20時54分からの6分間にプレ番組まもなくザ世界行天ニュースを放送していた2008年10月から2011年6月まで 世界各国で起こった様々な事件や事故などを紹介するのが主な内容。前身となったのは1996年年末より不定期で放送された超アンビリーバブル。世界行天ニュース対象すべて実話ですシーズで特別番組時代には小福帝鶴部と福沢明、当時日本テレビアナウンサーが進行役を務めていた。その後、 トンネルズの生でダラダラ行かせての終了を受け2001年4月11日よりレギュラー放送がスタートした VTR 紹介前のタイトル表示はハプニングや笑い話など生死に関わらないそれほど深刻でない事柄の場合は黄色背景にタイトルの文字はピンク色殺人事件病気など生死に関わる深刻な事柄の場合は黒背景に タイトルの文字は赤で、さらにタイプライターの効果音が出される。また、番組最後に紹介された話題の提供者が、今週のネタ出しとしてクレジットレル。2006年春から、改編期のスペシャル版の放送時間は3時間から5時間半、4時間半枠の場合が多いとなっており、毎回高視聴率を獲得している。また2008年10月より、一部地域、日本テレビ、 中京テレビの2曲のみ、本編開始直前の20時54分からの6分間に、プレ番組、まもなく、ザ、世界行天ニュースが新設された。このため、新聞テレビ欄では便宜上、プレ番組を含めた20時54分、21時54分の60分番組として記載されていた、当初は、日本テレビでは左上に、関東地方の明日の天気が表示されたが、 後に廃止された。2011年7月開閉により、プレ番組は廃止された、後番組はゼロミニッツ。2010年4月からは、レターボックス化に伴い、テロップ類が完全にハイビジョン対応となり、両端の黒帯が VTR の内容を紹介するものに変更された。放送中は SD 画面における、画面左上に金色で、と表示されている。 2011年10月より編成上の音声がステレオに変更されたが、スタジオ内は BGM 効果音含めモノラル音源で収録されている。現状は変わっていない。2013年7月24日の2時間スペシャルは番組初の生放送が行われた。2014年10月1日にはこれまで番組内で取り上げた数々の真実のストーリーから着想を得た。 オリジナルストーリーによるスペシャルドラマ、なぜ少女は記憶を失わなければならなかったのか。心の科学者、なるみ作の挑戦が放送された。山下智久が主演し、鶴瓶と中井は番組ナビゲーターを務めた。2014年11月5日にはレギュラー放送500回を迎えた。2015年4月1日には4時間スペシャルとしては、 初の生放送が行われた。2017年1月25日放送分にて、同年4月より放送曜日、時間が火曜21時に変更になることが発表された。発表の際、鶴瓶が、俺らは水曜9時におらんよう何年と発言すると、中井が鶴瓶に対して、この番組とスタッフは火曜9時に移るので、鶴瓶さんは勝手に水曜9時で、といじりつつ、笑いを誘った。 2017年3月で放送終了した解決、ナイナイアンサーの事実上後継版となった。この枠移動に伴い、水曜21時代には自番組として、火曜深夜のプラチナイトで放送していた、得意ともととうるしのシェリーと、神橋氏のサスハラが今夜比べてみましたが、枠移動することになった。なおネット局のうち、特に、 クロスネット局のテレビ大分は放送開始以来16年間続いた水曜時代は同時ネットで放送していたが火曜に枠移動してからは火曜21時代が富士テレビ系列の同時ネット現在は通常時では関西テレビ制作の連続ドラマ枠のため遅れネットへの降格を余儀なくされている2019年4月30日には 平成最後の日を記念した4時間制放送スペシャルが放送された。2004年の巨漢スペシャルで当時2 7 2ラムというあまりにも重すぎる体のため節動で転倒した際に自分で起き上がれなくなってしまった加藤大のエピソードを放送したこの時の再現映像は加本人出演。その後も番組は加藤を追い続け中国で ダイエット病院があることを知りダイエットのため入院する。過酷なプログラムのために弱音を吐く場面がたびたび放送され何度か挫折したものの大院。日本に帰り山口県の下関市から北海道の苫小牧市の自宅まで歩き1 0 0ラムを切ることを決意する。その後見事痩せ世界に一つだけの花を歌った。阿部子、お笑い芸人とか東大によるお遍路さんで 四国四十八カ所のお寺を回る企画も行われた目標は二人合わせて 40kg の減量。加藤の応援家として自分に加藤ザコブナツイスターズが使われていた。2010年1月27日放送分にて北海道からスタートしたダイエットの旅が約4年ぶりに再開した。また加藤はハワイのホノルルマラソンに挑戦したい。 地元で4月から就職のための勉強がしたい。と語った。2017年1月18日の放送で、再登場した際は、201kg までリバウンドしていた。2006年6月28日に放送。同年1月のライブドア事件を受けて制作された2時間ドラマで、この放送では、光クラブ事件を、昭和のライブドア事件と紹介している。中井。 鶴部らは、ドラマ開始前のイントロダクションにのみ登場している。2017年3月1日放送開始、中井と鶴るが主演のミステリー連続ドラマ、前後は、他、現在、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。